タブリーズはイラン北西部の都市。東アーザルバイジャーン州の州都。人口は約140万人でイラン第4位。16世紀のタブリーズこの都市がいつ建設されたかには諸説あり、その歴史は少なくとも3世紀のサーサーン朝まで遡ることができる。タブリーズの名は297年にアルメニア王国の王ティリラテス3世の名にちなんで、 パウリスと呼ばれたことに由来する。その後、アラブ人のイスラム勢力が侵攻する。8世紀のアッバース朝のカリフであった、ハールーニャ、イコールラシードの妻の一人によって、再建された。モンゴルの侵攻を受けた13世紀後期以降、アル軍によって、イルハン朝の都とされ、新たに城壁も築かれた。また、ペルシア語ではなく、アルタイ諸語が、 タブリーズやアゼルバイジャンに広がっていく。その後、1375年から黒羊朝の都となったが、1392年にはティムールの攻撃を受けた。さらに1469年に黒羊朝を追った白羊朝の都となった。さらに白羊朝を滅ぼしたイスマー・アイール一世が1501年にタブリーズに入場。 このサファビー朝も、1548年のガズビーニャの、セントまでととした。1514年、チャルディラーンの戦い後、オスマン帝国の一時的な占領を経験する。オスマン帝国との交争は続き、1585年から1603年に、かけて、再度オスマン帝国の支配を受け、その後サファビー朝の領有に服してから、 公益都市としての発展が始まった。1724年にはまた占領される。1826年、今度はロシアが占領。1828年に奪い返し、ガージャール朝の皇太子の宮殿などが作られた。20世紀になると1905年から1911年にかけて、イラン立憲革命の中心地となる。 第二次世界大戦後、ソ連は、イラン北西部に、傀儡政権、アゼルバイジャン国民政府を樹立、タブリーズにその都が置かれたが、ほどなく、ソビエト軍は撤退、タブリーズは、イラン領に戻った。地震活動の活発な地域であり、歴史的な遺跡は、あまり残っていない。イルハン朝の時代、13世紀初頭に建設された、要塞の跡、 アルゲタブリーズやマスジェデカブードなどが有名。テヘランから約600キロメートル。サハンド山の北側、標高1350メートルに位置する。イランでも非常に古い歴史を持つ地域で住民の多くはアゼルバイジャン人であり、アゼリー語が使われている。気候は寒冷かつ乾燥し、欠片の気候区分では、 ステップ気候に属し冷え込みが激しく氷点下20度下回ることも珍しくない。イラン北西部の経済の中心地である。タブリーズの経済は商業、サービス業、ヘルスケア、製薬、蛍光業、重工業、手芸をベースとしている。市内には中東最古のバザールであり、世界遺産にも指定されているタブリーズのバザールが存在する。 ありがとうございます。